正直バッティングよりもやっぱ守備守ることっていうの方が、あ、これなんとか自分の中では早くこの世界でやっていけるんじゃないかっていうのも思ったし、なんていうんだろう、決め事だったりっていうのは個人でやるんで、だから松井さんともそういうのもあったけど、僕は前に西さんがいたから、あ、なるほど、間のフライっていったところでは西さんとの決め事っていうのはすごい、ジャイアンツの中では、あ、これ自分が一番うまいかもしれない、正直思った。三井ゴールデングラブ賞、はい、今年で、ね、51回目迎えます。吉野さんにとってゴールデングラブというのはどういうものですか？まあ、やっぱ僕プロ入ってプロの世界に入って、まあ、まずジャイアンツねキャンプでスタートして、正直バッティングよりもやっぱ守備守ることっていうの方が、あ、これなんとか自分の中では早くこの世界でやっていけるんじゃないかっていうのも思ったし、バッティングよりも早くからちょっと自信があった方なんで、まあ、入ったばっかりだから、そのゴールデングラブがね、どういう風にどうのこうのとかどんなもんだっていうのは分からないけど、でも守備は早くから、はい、やっぱこの中でやっていけるっていう自信はちょっとあったかなと思います、はい、実際にプロ入りしてこの周りの外野手一軍の選手の実力を見て正直どうだったんですか？いや、やっぱりね、まずジャイアンツの中では、あ、これ自分が一番うまいかもしれない、正直思った。当時の外野手って松井さんとか、はい、清水さんとか、はい、広沢さんとか、はい、この中では、あ、まだこの中では勝負ができる、今すぐでも勝負になるんじゃないかなって自分では思ったかな。で、まあ、シーズン始まってオープン戦とか始まった時に、僕は高校大学の頃から外野っていう参考にしたのは飯田さんだったんで、ヤクルトの、やっぱりそのテレビで見てる時もそうだったし、まあ、当然同じ時期にプレーとして、ね、一緒にやってるけど、まあ、やっぱ試合してても飯田さんとか、まあ、当時新庄さんのやっぱり身体能力もそうだし、広島小川さんとか前田さんとかもいたし、すごいね、やっぱりうまいというか、ポテンシャル、身体能力も高い選手、肩の強い選手、そのいろんなね、すごい選手がいっぱいいた時期だったんで、でもその中でも自分も一緒になってなんとか戦えるかなという感じは思ってたかなと思いますね。そんなでも松井さんと覚えてますか、2002年、ダブル受賞されてるんですけども、はい、松井さんとまあ、センターとライトの関係ですけど、どうだったんですか、まあ、守備範囲とか、例えば宇宙から飛んだらどっちが行くとかいう。いや、それは当然ね、近い方が取るわけですけども、割と優先的に僕が取ってたと思います。あとは当然投げる方向の問題もあるんで、はい、やっぱ松井さんが取るとどうしてもね、投げるのがちょっと大変というか、逆っていうかね、切り返しになるんで、僕が取った方がそのまま流れである程度いけるから、はい、できなるべく僕が追いつくのは僕が取るみたいな、感じだったと思いますね。なんか一度松井さんの方から、まあ、ライトに由伸がいるからもう大体任せるっていうような、まあまあまあ、そんな、なんていうんですか、センターが優先というよりも、やっぱりそのチームそれぞれでの、なんていうんだろう、決め事だったりっていうのは個人でやるんで、だから松井さんともそういうのもあったけど、僕は前に西さんがいたから、ああなるほど、間のフライっていったところでは西さんとの決め事っていうのはすごいちゃんと決めてて、はいはい、まあ、お互いぶつかってね、怪我もしたくもないし、中途半端なあれもしたくなかったから、西さんもやっぱ守備に関してはすごいこだわりがあったんで、すごい、なんていうんだろう、お互いでちゃんと決め事を作って、例えばそのどういう、例えば後ろのフライなんかっていうのは、うん、よく先に声出した方とかって言うじゃない、はい、でもそれは迷うから、僕が出したら全部僕後ろ、2人が先に出した方が勝つ、先じゃない、西さんが先に出しても僕が出したら後ろ、ああなるほどなるほど、はいはい、そうで、僕が取るときに絶対ずっと声出しながら行くから、うん、見なくても声が聞こえたら避けてくれるっていう、やっぱりギリギリのとこ行ったらボール見てたらね、お互いのこと見えない時もあるから、ただその代わりその球場の中でももうどっちもがもう絶対大きな声出すから、西さんはそれ聞いた時は避けてくれっていう、で僕が出してない時は僕が西さんを見ながら追ってるから、西さん思い切り言っていいですよ、僕見ながら行く、でも、うん、とにかく取る前には絶対声出すから、その時だけ避けてくれればいい、だ絶対交錯するのは避けようねっていう決め事を作ったり、はい、あとは、まあ、万が一、ね、必死になっちゃう時もあるけど、西さんは絶対飛び込まないで、うん、僕は下行く、西さんは上行ってねって、あ、西さんは飛び込めないんだ、あ、そう、後ろに、うん、飛び込まないで、ね、もう上に行ってね、俺は下に行くから、あ、
だからもろぶつかるだけは避けるようにとか。吉野さんでも飛んでる、ね、の印象的ですもん。まあまあ最後、まあ、お互いに前のことだけど、そういう決め事を作ったりとかっていうのはやってたかな。松井さんとの決め事は、まあでも基本一緒、声出したらもうこっちが優先、センター優先じゃなくて、はい、だからその声を出してやると結構迷うよ。二人が出しちゃう時もあるから。あ、そうですね。そうで、出したらどっちっていうのを決めた方がいいね、多分。あ、なるほど。そう、先にとかじゃなくて、うんうん、出したらどっちが優先順位が上かっていうところですね。そうそれは小学生中学生とかでもね、使いますね。いいと思いますよ。そのね、何でもセンターとかね、何でもどっちではなくて、うんうん、やっぱり声を出したっていうのも分かりやすい、なんか簡単なのって考えた方が、そういうぶつかったりとか、なんかお見合いしちゃうとかっていうのは減るんじゃないかなと思うね。あ、とても分かりやすいですね、それ。うんうん、他に外野手として意識していたこと、状況判断だよね。アウトカウントランナーだったり、うん、まあ、どこに投げる投げないもそうだし、うん、いろんなちょっと話するといろいろと違うんだけど、例えば宮本慎也さんショートなんだけど、はい、やっぱりボール取りながら周りのある程度風景が自分の視界に入るっていうんだよね。だからなんとなく取りにこうやってボールね、こうやって先にランナーを見るわけじゃないんだけど、はい、取りに行ってもこの辺にランナーの位置距離感があるっていうんだよね。俺もあったの。フライがパーンと来たりとかゴロが来ても取りに行きながらもこの辺にランナーの動きがなんとなくあるんだよね。それをしっかり自分の中でも、まあ、状況をまず準備した上で取りに行きながらもランナーをある程度その自分の中で確認もしながらとかっていうのと、あとはやっぱりなんていうんだろうな、まあ、どちらかというと僕はどちらかというと取りに行く方の方が多かったけども、その中でも僕の中では引くことも、引くことそう、やっぱり何でもかんでも行けばいいってもんじゃないんで、うんうん、外野なんでリスクも高くなるので、はい、うん、そこの、うん、なんていうんだろう、状況判断というかね、駆け引きとか、試合展開、点数、流れ、そう、ああ、なるほど、うん、しかし、見えてるっていうのはそうですね、飛び出してたら、もう一発ドーンできなければいい、入り方、例えばね、やっぱりギリギリのところを取って、ランナーは割とね、パッと両方飛び出したとしても、どっちの方が、例えばね、セカンドとファーストでも大きく出てるかなとか、はい、っていうのが、なんとなく、まあ、全部じゃないよ、でも、ちょっと余裕っていうかね、ある時って割と視界に入ってるよねっていう話をこれで宮本さんとしたんだよ。お互い外野と内野では違うんだけど、はい、うん、普通のって言ったら失礼ですから、他の外野手は見えてるもんなんですかね。いや全然入らないっていう人もいるんだって。へえ、宮本さんが言ってた、それ言いない、すげえな。印象的なシーンって覚えてますか、なんか自分外野手で印象的なシーン、そうだな、正直ね、公式戦じゃないんだけど、はい、キャンプ、さっきみたいに守備はなんとかなるんじゃないかっていうね、の思いで入って、最初のオープン戦で最初のファーストタッチのボールでタッチアップで刺したんだよね、宮崎で、はい、その時に、あ、周りの反応とかを見た時に、あ、これはちょっと、うん、自分の中でもさっきも言ったちょっと確信じゃないけど、まあ、いける、できる、いきなり確信を、うん、確信って言ったらちょっと大げさだけど、あ、勝負になるってね、うん、と思ったかな。でも自信はあってたんですよね、うん、あったけど、ほらスピード感とかさ、はい、そういうね、まあ、実践にならないとわからない部分もあるじゃない。大学の時とプロになってやっぱ打球の速さっていうのは変わってる。いや全然違う、全然違う、打球の高さも、まあ、我々外野だからもうそうだし、打球の速さ、強さ、うん、あ、もう全然違う、あ、やっぱり自分の頭上を超えるか超えないかとか、その伸び、まあ、人伸びもそう、さっき言った打球の高さもそうだし、はい、違ったね、あ、それは感じた。それはでもいつ頃やっとなんか慣れてきたなっていうのは、いや、あのバッティング練習でやっぱ守るから、もともと僕は打球法をすごいするんで、はいはい、まあ、ノックもそうなんだけど、やっぱり守備って数取らなくちゃいけないと思ってるんで、うん、でなおさらば実践に近いものを取った方がいいから、うんうんうん、やっぱり、はい、若い頃も打球法っていうのは、うん、結構僕は大事にしてやってたんで、うん、まあ当然試合ね、バッティング練習のピッチャーのボールだからそこはちょっと違うかもしれないけど、やっぱり実際ね、打ったボールっていうのはいろんな変化もするし、あとは当然ね、ノックってね、要求して飛んでくるから準備もしてるし、そういったところで全然違うんで、実際のバッティング練習のボールで結構打ってるのは
やってましたね。あ、当時その、まあ、目標ってあったんですか、その守備に関する目標、はい、やっぱエラーしないこと。あ、エラーしないこと。エラーしないこと。やっぱ外野のエラーって、まあ、内野よりも機会も当然少ないし、うん、エラーする確率としては低いはずだし、うん、あとはそのやっぱり当たり前のことをできることをきっちりやる、うん、取れるアウトをきっちり取る、うん、余計な先の上に行かせないとか、うん、そのっていう、なんていうの、ね、派手なことよりもきっちりできることをやるってことだよね、うんうんうん、だからよく目標はって聞かれて、ゴールデングラブを来年は取りたいですって言うけども、吉村さんがおっしゃったようにエラーをしないっていうことを目標に掲げることがつながるわけですよね。と思う。その当然そのエラーをしないって言ったところには消極的にやればしないこともあるんだけども、ただやっぱりその行くところは行くし引くところは行く、いろんなちゃんと駆け引き勝負をした中で、できる限りそのミスをしないっていうのが大事かなと思いますよね。まあ、それをそういうのも踏まえてきっちりと評価してもらって、こういうことにつながればそれが一番だと思うし、うん、当時吉村さんであのゴールデングラブをのライバルってどうでしょう。僕なんかの頃ってのも結構ね、新庄さんがいつも取ってたり、まあ、飯田さんも取ってたと思うし、はい、尾形さんも取ってたと思うし、うん、あとセリフライド途中からコウスケとかかな、福留とか、まあだからライバルっていう感じじゃないよね。なんかその数字で何かが現れるってなかなかないし、林さんで補佐とかも注目されがちだけど、その補佐があればいいっていう問題じゃないと思うんですよ。補佐イコール走られてるってことなんで、まあ、僕なんかはどちらかというとそこは回させないっていうのをどちらかというと重視してたんで、まあで当然刺すことっていうのも正確なスローイングだったりいろんなものが あるんで大事なことなんだけども、やっぱりランナーを動かさないっていうことも大事だと思ってたんで、そういったこともまあなんていうんだろうね、なかなか分かりづらいかもしれないけど、すごい見てほしいなっていう部分ですよね。ランナーを回させない、例えばどういう動きがそういう風につながります？やっぱりボールに速くとか、 あとはスローイングがいいっていうね、うんうん、コントロールがいい、ミスをしないっていうイメージもそうだし、ボールに速く行く、ボールを速く離すっていうとかね。うーん、なるほど、うん、だから三塁コーチャーってまあ人それぞれだと思うんですけど、どっかねタイミングとかポイントがあると思うんですよ。このこういうこの三塁ランナーがこのランナーがこの位置、時にボールがこの位置、野手がこの位置、このタイミングとかってなんか多分どっかに自分の中で決め事じゃあるはずなんで、でそれを何ですかね、まあ三塁コーチ回させないというかね、うんうんうん、あとポジショニングとかですかね。そうですね、ポジショニングもそうですね、うんうん、ああなるほど。やっぱ直樹にね早く取ってほしいなと思うね。あ、吉川直樹選手、うん、巨人のドラフト1位の浅野選手、うん、打つことだってタイトル争いもするし、うんうん、まあ、当然ゴールデングラブの常連にも、うん、もしかしたらね、まあ、分かんないけど、ジャイアンツ的にはね、坂本の後釜っていったところではね、うん、そういった可能性もね持った選手かもしれないんでね。ショートですか？